横浜市立大学の気体の状態変化の入試問題その2を始めます。図を見てください。これは前回にも示したような VT 図です。でここの括弧に入れてるのは全問の結果ですね。 D という状態では 2T0 という絶対温度でした。で C の場合は 8T0 という結果を得ました。でこれは A から BCD というふうに1サイクルを表しています。で VT 図ですが、その1の括弧2の問題の答えがこの PV 図ですね。縦軸が圧力です。横軸が体積です。でこういうふうに A から B 体積変化ですね。 B から C は低圧変化しています。 C から D もは体積変化ですね。 D から A は低圧変化です。こういう1サイクルを表しています。これは全問の結果ですね。で括弧3番ですか、その2の括弧3番ですけれども、この1サイクルの間に気体が吸収した熱量の総和 Q の因ですね、放出した熱量求めは含めないということです。熱量の総和を求めなさいという問題です。気体が吸収した熱量というのは温度上昇した結果を見ればいいですね。温度が上昇しているときに気体は熱量を吸収しています。で温度が上昇しているという場合はこういう向きですね。こう A から B ですね。 T0 から 4T0 になりました。それから B から C ですね。 B4T0 から 8T0 で上昇しましたから、気体が吸収した部分は A から B、B から C ですね。 C から D というものは温度が下降していますから放出しています。放出した分はもう含めないですから、 D も A、D から A もそうですね。 2T0 から T0 に下降しています。ですから要するにA から B、B から C の合計がこの総和になりますね。ですから Q の因というのは Q の AB プラスの Q の BC になりますね。 A から B へ気体が状態変化している場合は T0 が 4T0 という温度上昇がありました。でここは A から B は体積変化ですね。で体積は同じです。体積変化ですからこの体積比熱を考えればいいですね。 N モル NCV デルタ T ですね。でこれを当てはめるとこの場合は問題文にありましたが1番の理想気体です。単元子分子の理想気体ですから1になります。で体積比熱は2分の 3R ですね。気体定数の2分の3倍になります。で温度上昇は 4T0 から T0 で 3T0 になります。ですから結局これは2分の 3R の 3T0ですから2分の 9RT0 になりますね。ですからこうなります。今度はこの BC ですね。 BC という状態変化ですけれども、よくこれを見ると低圧変化ですね。ですから低圧比熱 CP を考えます。この式から低圧比熱の場合はどういうふうになるかというと、これは1モルですから1かけの R プラスの2分の 3R になりますね。これが定積比熱に R をかけたものです。なぜならば PV イコール NRT から P デルタ V イコール NR のデルタ T になりますから、この R ですね、この R がここへ行きます。低圧比熱の場合は体積変化していますから、その分余計に比熱が加わるということで R 加わりますね。ですから低圧比熱の場合は2分の 5R になりますね。で 1モル ですからこうなります。2分の 5R デルタ T になって2分の 5R 上昇分は 8T0 から 4T0 ですね。 4T0 になります。ですからこれで 10RT0 になります。ですからトータルはこのこれとこれを加えたものですね。ですから熱量の総和は QAB とこれとこれを加えたものになります。ですからこれとこれで29になりますね。ですから熱量の総和はこういう式になります。これが答えです。括弧4番最後の問題です。この1サイクルにおける熱効率を求めなさいという問題です。熱効率 E はそもそも定義は何かというと、総質量の熱量の総和ですね。それが分母に来て分子が地質上の仕事した分ですね、気体がした仕事です。 Q 分の W です。
で熱量の吸収した熱量の総和は全問の結果3番の結果こういうふうに出ました。あとは残るはこれですね。期待がした仕事を求めればいいわけです。圧力かけ体積変化ですね。でこの図をこちらの方を見た方がいいですね。ここでは体積変化しているのはこことここです。ですからそのままやっていけばいいですね。 B から C の場合ダブル BC ですね。ダブルの BC は何かというと圧力はこれですね。 V0 分の 4RT0 です。で体積変化は 2V0 になりました。 V0 が 2V0 ですから 2V0 マイナスの V0 ですね。ですからこれが V0 になりますから消えて 4RT0 になります。でダブルの今度は DA を考えます。これは V0 分の RT0 ですね。で V0 になりました。結果的に V0 になりました。ですからこれはマイナスの V0 になりますからマイナスのこれ消えても RT0 ですね。ですから実質上のこれは BC と DA を加えたものですね。ですからこれとこれですから 4RT0 マイナス RT0 になります。ですから 3RT0 になりますね。ですからこれを割ればいいと。 E は結局 E q 分の W ですから 3RT0これで書ければいいですね。逆数29の RT0 分の2になります。でこれとこれ消えて29分の6になりますね。当然1より小さいですからいいですね。熱効率がこうなります。この問題をこのようにして解きましたが、この図を見てこの面積超ここの面積ですね、この面積に相当します。今こうやったのはまさにここの面積を求めたことになりますから、こういう場合はここの面積を求めてやっても同じになりますね。面積というのがここは実質上の仕事した分になりますから、ダブルはここが V0、 ここが何かというと V0 分の3、ここからこれ引いたものですね。この仕事をですね、ダブルを求めるのにはここの面積を求めればいいですから、横が V0 ですね、縦が V0 分の 3RT0 で、これとこれ消えて 3RT0 になります。ですから、ここが 3RT0 になりますね。こっちの方が早いわけです。こちらの方がいいかもしれませんね。結局同じことですけれども、答えはこうなります。